おさふねつなじかは、安土桃山時代の武将。浮田氏の家臣。おさふねさだちかの嫡男。おさふねさだゆきの兄。きいかちなみにつなじかの意味名は良質な資料では、確認できない。戸川通康の妻の父である、おさふねきいとは、年代的に父の腰中森さ親のことか。天正19年に、父のさだちかが暗殺され。 巨城である虎草城が全焼するという事件があったが、綱地は外出していたため難を免れている。この事件は、隕石関係があった、石原一族が図ったとする説がある。文禄三年、伏見城武神において、伏審奉行を務め、その時の能力を豊臣秀吉に認められて、おかけりに代わって、浮田史領国の国政を担った。内政手腕に優れ。 浮キ秀ヒの側近で、岡山城の改修に、功のあった、中村次郎兵衛や、直家の時代からのように、ウキタ太郎左衛門と共に、領内検地などにより主化の財政問題解消に、取り組んだ。このため、意見をことにした、戸川通康や岡貞綱と対立したという。キリシタンとなり、宗教面でも、日蓮宗都である戸川や岡貞綱と対立することになる。 慶長2年あるいは同4年に病死し、その直前に、戸川氏とは和解したとされているが、一説には、通る安や越前守に毒殺されたとも言われている。綱地家の先生は、慶長5年1月の浮田市のお家騒動の一員となった。ありがとうございます。